冗談抜きで本当にちょっと神様っていうかあの手震えてたんですよ本当に本当にすごい人ですからね、はい、本当に本当に、えー、本当にそうですからねあお <laughs> あ<ー>工藤さんバックハンド <laughs> 両両両あ、手打ちなんですね工藤さんは、はい、あの、はい、テニスでプロを目指されていたということで今お隣に伊達さんお座りになってますけれどもいかがですか もうあの,ー、この中ででテニスされてた方いいいいまますすすかかかがらっしゃいますかあ僕と気持ち分かっていただけると思うんですけどあの,あのこれ冗談抜きで本当ちょっと神様っていうかあの目の上の存在すぎてあのご一緒隣にするだけで恐縮する気持ち分かっていただけると思うんですけどあの僕はあの目指してただけであってあの大きい舞台には全く立ってないので。 もうそやっぱりそれを僕はもうテレビだったりとかで見てましたし僕はあの先輩たちからも話は聞いていたのでどれぐらい、まあ、練習量をこなしているかとかどれだけテニスにかける思いが強いのかってもちろんせ周りからですけど聞いてはいてもういや初めてそれこそあのご一緒させてもらった時も僕手震えてたんですよ、本当にもうそれぐらいの人なんですよ、本当に。 もうね、僕らより下の、ね、世代の人たちでテニスこれから始めようとする人たちはぜひ、ね、伊達さんのプレーを僕は、ね、参考にしてほしいんです。なぜかかといったらあんなにライジングで速いテンポでテニスするって相当な技術量と練習量が必要なんで本当にもう僕できあ,のあまり速いテンポでテニスすることがちょっと苦手だったので何度か試合見 試合とかも見,見ながら勉強させてもらったりしてたんですけど、うん、自分にはこのテニスは向,向いてないというかで、できる、できないって思って僕は、はい、諦めた人間なので。そうですか。本当に、えー、本当にすごい人ですからね。<や>本当に、本当にすごい人ですからね、はい本当に。本当に、本当にそうですからね。本当に。えー、知らない人は本当にもう分かってほしい、これを。いやいやいや、知らない人なんていらない。反対に、今思ったんですけど、テニスを されてない方がほとんど今日見ていただけるっていうのことに私はすごく今嬉しいなと思いま、うん、りしました。はい、もう少しいるかなと思ってたんですよ。あ,<ー><う>あの、ね、ベースのなるものはこのスポーツ、テニスっていうところなのに、これだけの方が来ていただけて嬉しいです。